ツールドフランス、または、トゥールドフランスは、毎年7月にフランス及び周辺国を舞台にして、行われる自転車ロードレース。1903年から開催されており、主催は参加に、スポーツ新聞レキップや一般カミル・パリジャンなどを、抱えるフランスの大企業、アモリス・ポル・オルガニザ・シオン。名称はフランス語で、フランス一種を意味する。 フランス語による同様の名称のレースには、スイスで行われるツールドスイスなどがある。単に、ルツールと称されることもある。FIFA フフワールドカップ、オリンピックと並び、世界三大スポーツイベントの一つと称されることも、ある。近代ツールと区別される場合は1930年大会以降の大会を示す。この大会から、個人参加が認められなくなった。 2007年のコース毎年7月に23日間の日程で行われるステージレースで距離にして 3300km 前後、高低差 2000m 以上という起伏に富んだコースを走り抜く。フランス国内でのレースが中心だが、イギリス、イタリア、スペイン、ベルギー、モナコなど周辺国が舞台になるステージもある。ステージ数は1993年以降、 プロローグを含めて全21ステージが定着しているが、それ以前はもっと多いステージ数で争われることもあった。平坦ステージ、山岳ステージ、タイムトライアルステージと多彩なステージ設定がされているが、山岳の比重が大きくなることの多いジロで、イタリアやブエルターエスパーニャに比べて平地ステージと山岳ステージのバランスが取れた構成となっている。 スポンサーの名を冠した8人編成のチームが20から22チーム参加する。出場する選手の国籍はヨーロッパだけに限らずアメリカやオーストラリア、カザフスタン、コロンビアなど多様である。総合成績1位の選手には黄色のジャージ、マイオジョームが与えられる他スプリント賞、山岳賞、新人賞といった各賞の対象者も特別なジャージを着用する。 賞金総額は2015年の場合で約203万ユーロ、内総合優勝者に45万ユーロとなっているほか、各ステージ優勝やスプリント賞、山岳賞などに細かく賞金が設定されている。街を駆け抜ける、集団例年、前半は平坦基調のステージが続き、スピードマンたちの逃げやスプリンターたちによる迫力ある、ゴールスプリントが見られる。 そして中盤に一度山岳を通過し、優勝候補が絞り込まれ、その後はまた平坦ステージが続き、今度はポイント賞争いが絞り込まれる。後半にかけては、ラルプ・デュエズ、ガリビエ、モンバントなどの峠を舞台にした山岳ステージで、総合優勝や山岳賞をかけたオールラウンダーや、クライマーたちの戦いが繰り広げられる。二度の山岳コースは、 それぞれ3日ほど繰り広げられ、それぞれ、ピレネー山脈とアルプス山脈を使うことが多いため、ピレネーラウンド、アルプスラウンドと呼ばれる。間の平坦基調ステージは主にこの2つの山脈の間を移動するために設定されているが、この緩急をつけたレイアウトと平坦ステージの多さ、ポイント賞のシステムなどもあり、スプリンターが一番ポイント賞を獲得しやすいグランツールとなっている。 かつては各ステージのゴールと次のステージのスタートが同じ街だったがスタートゴール地点を希望する市町村が多いため現在は一致しないことが多い他のグランツールではしばしば最終ステージが個人タイムトライアルとなることがあるがツールドフランスにおいては稀である最終日前日の第20ステージで総合優勝争いには決着がつき最終ステージは パリ市街を中心に回るクリテリウム形式のコース設定がされシャンゼリーゼゴールに設定されるのが恒例である。最終日は選手たちがシャンパンを片手に走る光景もよく見られるなど顔見せの外線パレードの色合いが強くポイント賞を争うスプリンターやステージ優勝を狙う選手以外は安全を優先して走る。総合優勝を争う選手は 集団落ち者に巻き込まれないようアシスト選手で周囲を固め、ゴールスプリントが済んだ後にゴールに入るため、実質的な総合優勝争いは最終日の前日までとなる。もっとも、過去に最終日に個人タイムトライアルに設定されたケースもあり、総合周囲が逆転するケースがしばしば起こっている。1968年。 前ステージまで16秒差の総合3位につけていたヤンヤンセンがヘルマン・ファン・スプリンヘルをまた1989年同じくローラン・フィニオンに50秒の差をつけられていたグレッグ・レモンが大逆転にしたケースがある。しかし1989年のケースにおいてフィニオンの負け方があまりにも悲劇的だったことから最終ステージを個人タイムトライアルとすることに対し とりわけ同胞である、フランス人から批判が殺到した。この影響を受け1990年以降、最終ステージにおける個人タイムトライアルは2019年現在、一度も設定されていない。スポーツ新聞社、ロトの宣伝のために、当時の編集長、アンリ・デグランジュが自動車による、ツール・ド・フランスをヒントに企画したのが始まりで、自転車レースを企画するライバル2市。 ルプティジュルナルによるパリブレストパリ、並びにベロガミがスポンサーとなるボルドをパリカンレースに対抗するためのものであった。1903年に行われた第一回は、パリ郊外モンジュロンのカフェ、ルベイユ・マタン前から、ビルダブまで、合計走行距離 2428km6、ステージで行われ、1ステージ平均 400km を走るという過酷なレースであった。 初期のレースではほとんど休みがない耐久戦であり、眠る際にもライダーは道路脇で眠っていたという。一方で休息日が第1回は1日置き、その後も3から4日ごとに設けられるなど休息日の数は現在よりも多かった。ゴール先の宿泊先も自分で手配し、いかなる場合でも。 他者の協力を得ることは禁止されていたため、選手は修理用の工具や交換用のタイヤを身につけて走っていた。第3回からは距離を縮めた分、ステージ数が倍増。さらに山岳ステージが導入された。ただ当時は変速機がなく、登山用の低速ギアが後輪の反対側に取り付けられていた。しかし、上り坂に来るたびに、 選手は後輪を前後反対に付け直さねばならなかった。ためレースは相変わらず過酷なものだった。間もなく変速機が開発されるが、デグランジュはこれを禁止した。初期はルールが一定せず、第3から10回は総合優勝が、ポイント順位制とされていた。また、第9回からチームによる参加が認められたが、引き続き個人としての参加も可能となっていた。以後も徐々に、 ステージ数は増えそれに伴いレースは大規模化していくが、第一次世界大戦によって1915年から1918年までは中断。1919年から再開されたが、この頃は再び走行距離も伸び1ステージ平均 350km を走るのが当たり前で、走距離は 5000km を超える傾向が1930年代まで続いた。 1930年からは商業スポンサーによるチームの参加を禁止し、チームはすべて同一国籍の選手によるナショナルチームでの参加を義務づけることとなった。しかし、チーム数が不足したため、ナショナルチーム以外にも地域選抜チームの参加も認められた。チームから商業スポンサーを排除した結果、主催者は選手への機材の供給を一手に、 引き受けなければならなくなった。主催者は運営費用を調達するため、レースの前に宣伝カーを走らせてそのスポンサー料を運営費用に充てることを思いつく。この結果、現在のツールでも見られるキャラバン隊がこの年に誕生した。1930年代以降は、ステージ数20前後、走行距離は 4500km 程度の規模に、 なりほぼ現在の開催スタイルとなる。1937年にデグランジュが代表の座を、シリーくと、ツールでは変速機の使用が認められるようになったほか、個人参加が禁止されチームカーが導入されるなど、チームによる戦いとしてのツールが確立される。総合優勝以外の各賞が制定されたのも、この頃で、チーム賞は1930年。 山岳賞は1933年、ポイント賞は1953年に制定されている。しかし、第二次世界大戦によって1940年から1946年まで、再び中断を余儀なくされた。この戦争を挟んだ時代に参加した選手の中に、イタリアのファウスとコッピー、G のバルタリがいる。この時代からツールはチームを編成した。 集団競技へと移行し、チーム編成の規定も試行錯誤が続けられた。1947年から再開され、以後1950年代に、ルイゾン・ボベが3連覇を達成した。1960年代に入ると自転車レース人気の高まりからスポンサーが増え、ナショナルチーム制を取る、当時のツールに対する不満が高まってきた。これに加えフランスナショナルチーム内において、 ジャック・アン・クティルとレイモン・プリドールが対立、ナショナルチームとして、両者を、同じレースに出場させることができない状態となった。当時のフランス自転車界のに大スター選手の片方を、書くことは、レースの盛り上がりを削ぐことになるため、主催者はこの問題を回避すべく1962年から、トレードチームによるエントリーを認めることとなった。 その後、1967年、1968年には一時的に、ナショナルチーム制が復活するものの、現在に至るトレードチームによる戦いがここに、スタートした。1960年代には、アンクティル、1970年代前半に、エディ・メルクスが4連覇を達成。1973年には、 独立した運営企業として、ソシエテ・デュ・ツール・ド・フランスが設立された。1975年には、今や恒例となっているシャンゼリゼ通り、周回コースによる最終ステージがスタートした。1970年代後半からは、ベルナール・イノーやローラン・フィニョンらフランス人が活躍。 1980年代後半は後半はヨーロッパ出身以外の選手の台頭も目立つようになりアメリカ人のグレッグ・レモンが活躍した1990年代前半にはミゲル・インドゥラインが史上初の5連覇を達成2000年代にはランス・アームストロングが7連覇を達成したが2012年にドーピングによるものであるとして剥奪された2010年以降は イギリスも天下が続いており、クリス・フルームが3連覇を成し遂げている。ツールの名物、悪魔おじさんこと、ティディゼンフと他に3週間程度にわたり、行われる、大規模なステージレースとしては、ジロでイタリアとブエルター・エスパーニャがあり、これにツール・ド・フランスを加えて俗に、グラン・ツールと呼ばれる。その中でもツール・ド・フランスの知名度、露出度は突出しており、日本でも、 世界最大の自転車レースとして認識されている。世界中で他の自転車レースには興味がなくても、ツールだけは熱狂的に応援するファンが多数存在しており、開催規模や放映される国の多さ、参加する選手の国籍の多彩さなどから見ても、世界屈指のスポーツ競技大会である。2010年現在、186の国と地域でテレビ放送され、 うち60カ国は生中継を実施している。そのため総合優勝をはじめとした各賞のステータスが非常に高いことは、もとより各ステージの優勝もクラシックなどのビッグレースでの優勝に匹敵する価値があるとされ、1回のステージ優勝であっても生涯の勲章になる。さらに、超級山岳ポイントの峠を1位で通過するだけでも、 ステージ優勝と同じくらいの価値があるとされ、次回以降通過する際、歴代の峠の制覇者として、オフィシャルガイドに、名前が掲載される。それゆえ、プロロード選手にとっては一度は出場してみたい、大会の筆頭である。レースが非常に、大規模、かつメディア露出度が高いために、専門の本部が置かれ、およそ500人のスタッフが運営に関わる。交通規制やレース中の警備、 極端な不正行為の取り締まりは、ジャンダルマリと、ポリスナシオナルの2系統の警察が担当しており、これに動員される人数が、約2万5000人。さらにボランティアで警備などを担当する人は、数十万人に上ると推察されている。またレース中は、情報、補給食、飲料水を供給したり、機材のトラブルをサポートするメカニックが乗り込んだ。 サービスカーと呼ばれる車やオート台が選手と共におよそ1500台走る。このサービスカーはチーム専属の車両のほか中立の立場で水や機材を提供するニュートラルカーも参加している。この他にも選手が通過するおよそ1から2時間前に各スポンサーが出す出しのような洗練カーが連なったキャラバン隊が沿道の観客に歌詞、応援グッズ、 キーホルダーなどのグッズをばらまいていく。配られる数は1000万を超え車の台数はおよそ200台にもなり、すべて見るのに40分以上かかるほどである。2000年と2002年にはこのキャラバンカーに観客の子供が跳ねられ死亡する事件が起きている。キャラバン隊は現地にいる観客への PR だけなく、山岳地帯などレースのスピードが落ちる区間で、 チームジャージと同じ吸湿性に優れた素材でできた T シャツを配布し、沿道に即席の応援団を作り出すことで、スポンサーのロゴが中継で長く映るようにするなど、巧妙な宣伝を行っている。近年では、キャラバン隊は選手の通過後にも登場する。運営費は主にテレビ放映権とスポンサー収入で、賄われる他レースの舞台となる。 市町村から主催者に支払われる開催料も当てられている模様だが、正確な収入及び運営費用は非公開となっている。総合1位の選手が着用する毎ョーの数種の章が設定されており、各章に応じた色別のジャージ、または特別なゼッケンがある。前日のステージ終了時点で各章の成績第1位の選手及びチームは、翌ステージでそのジャージ、 またはゼッケンを着用しなければならない。2012年以降、リーダージャージワはルコックによる提供。なお、表彰式で着用する、リーダージャージは背中に、ファスナーのある、表彰式専用のもので、翌ステージで着用するジャージは改めて対象選手に渡される。黄色のジャージ、マイオジョーヌは、個人総合成績1位の選手に与えられる。 各ステージの所要時間を加算し、合計所要時間が最も少なかった選手が、マイオジョーヌ着用の権利を得る。最終ステージの終了時点で、マイオジョーヌ着用の権利を持っている選手が、ツールの総合優勝者となる。緑色のジャージ、マイオベールは、ポイント賞に対して与えられる。各ステージのゴール、および、ステージ途中の中間スプリント地点の通過順位に、 応じて、スプリントポイントが加算され、スプリントポイント1位の選手が、マイオベール着用の権利を得る。白地に赤い水玉ジャージ、マイオブランアポアルージュは、山岳賞に対して与えられる。山岳ポイント地点の通過順位に応じて、山岳ポイントが加算され、山岳ポイント1位の選手が、マイオブランアポアルージュ着用の権利を得る。1975年に初登場。 略して、マイオアポワーあるいは、マイオグランペールとも呼ばれる。白色のジャージ、マイオブランは、開催年に25歳以下の誕生日を迎える選手の中で、総合成績が最も上位の選手に与えられる。新人賞と訳されることが多いが、該当の年齢であれば複数回受賞できるため、正確には、最優秀若手選手賞と呼ぶのがふさわしい。色の由来は不明。 タイムトライアルと最終ステージを除く各ステージで特に果敢に動いたと認められた選手には関東賞として通常白地に黒文字のゼッケンの代わりに赤字に白抜き数字のゼッケンが与えられる関東賞は他の賞と異なり審査員の主観によって選ばれる賞で各ステージ終了直前に受賞選手1人が主催者から発表され表彰が行われる 審査員の中には逃げ屋でお馴染みとなっていたジャッキー・デュランも含まれていることもあり、逃げ集団が吸収された際は最後まで逃げていた選手、逃げ集団が逃げ切りでゴールした際は2位の選手、単独逃げ切りに成功した場合はその選手が関東賞となる確率が高い。2009年の最終ステージでは、別府市これが日本人初の関東賞を獲得した。2010年以降、 最終ステージについては、ステージ関東賞の対象外となっている。また最終日には、大会全体で最も果敢な走りをしたと認められた、選手一人に、スーパー関東賞が贈られる。各ステージの終了後、チームごとに、先頭から3人の所要時間の合計が加算され、最も少ない時間のチームが表彰される。リタイアなどにより、チームが3人未満になったチームは、 順位から除外となる。2006年からは黄色地に黒文字のゼッケンがチーム総合主位の選手全員に与えられている。チーム総合1位のチームに関東省ゼッケン対象者がいる場合は関東省ゼッケンを優先する。その年の最大標高の山岳をトップで通過した選手にアンリ・デグランジュ記念賞が与えられる。特にジャージやゼッケンなどは設定されていないが、 数千ユーロの賞金が授与される。ジロでイタリアにおけるチマコッピと同じもの。所属チーム名は当時。なお、主要部門賞受賞者については2021年の108回大会まで、国籍別ではフランスが36勝ついで、ベルギーが18勝スペインが12勝イタリアが10勝イギリスが6勝ルクセンブルクが5勝 アメリカ合衆国が3勝、スイス、オランダ、スロベニアがそれぞれ2勝、アイルランド、デンマーク、ドイツ、オーストラリア、コロンビアが各1勝となっている。なおランスはアームストロングの優勝剥奪があるため、大会の回数と勝利数の合計は一致しない。ツールで総合優勝を5回達成した選手たちを俗に5勝クラブと呼んでいる。 五勝クラブに名を連ねている4人はいずれも歴史に残る名選手である。2005年にランス・アームストロングは史上初の7回の総合優勝を達成したが2012年にドーピングによるものとして7連覇の記録は剥奪されている。なお、ランス・アームストロングは22勝で5位となるがドーピングにより剥奪されている。ツール・ド・フランスは その初期から不正が横行していた。2回目の1904年の大会の時点で、優勝者のモリスガランを含む感想27選手中12選手が列車の使用などの不正をして失格となり、アンリ・デグランジュがレースを開催しないと宣伝する事態となる。このデグランジュの決断は後に撤回されたため、ツール・ド・フランスは継続されるようになったが、 貧しい階級出身者が多かった。当時の自転車競技者にとって、巨額な賞金は、何としてでも手に入れたいものであり、その後も不正行為は後を絶たなかった。特定の場所を通過したかどうかのチェックを行う。ポイント制が導入されてから、列車などの乗り物を使った不正は減少したが、代わりに薬物によるドーピングが用いられるようになる。21世紀になっても、 ドーピングの問題は根深かった。2013年大会以降は、現在まで重大なドーピング問題は、報告されていない。2006年のレースでのドーピング批判の横断幕、主催者である a s o と UCI との間で、参加チームの選定など、管理、運営に関する溝が、UCI プロツアー制定初年度の2005年から、生じた。さらにその溝は、 年を追うごとに、深刻さを増し、ジロでイタリアの主催者である、RCS スポルト、ブエルター・エスパーニャの主催者であるウニプブリクをも巻き込み、込んだ。そしてついに2008年、ASO、RCS、ウニプブリクが、UCI プロツアーからの離脱を決定。この決定に対し、緩和できないという強硬姿勢を取った、UCI との確執がさらに続き、 2008年の大会開催時に ASO から参加を拒まれたアスタナチームを除く当時の17の UCI プロチームが翌2009年シーズンの UCI プロツアーライセンスを更新しないという事態にまで発展したが当年8月 UCI が ASO の親会社である EPA との話し合いの末 UCI プロツアーを包含した新制度 ユルシーアイワールドカレンダーを2009年シーズンから開始することで和解。ツールは2年ぶりにロードレースの年間シリーズに復帰することになった。ツールドフランスとジロでイタリアを同一人物が同年に総合優勝することを指してダブルツールと呼び、加えて世界選手権自転車競技大会個人ロードレースを同年に制するとトリプルクラウンと呼び、 カンピオニシシモとして称えられる。参加者の中で最も総合タイムの遅い選手はランタンルージュイコール赤ランプと呼ばれる。これは以前は貨物列車の最後尾に目印として赤ランタンがかけられていたことに引っ掛けて一番後ろを走る存在すなわち最下位の選手を意味しており、総合優勝などとは別の意味で非常に注目される存在である。 現在日本での放送は、スポーツ専門チャンネル、J スポーツで、全ステージ制中継されている。1985年から1991年に、かけては NHK が、放映権を持ち、主に BS1 で中継を行っていたほか、地上派でも数回、世界最大の自転車レースと題して、単発特番を放送していたこともある。 2007年からは BS1 で後日ダイジェストながら放送を再開している。2013年から2015年までは毎日ツールドフランスのタイトルでデイリーハイライト番組を2016年以降はウィークリーハイライトを放送。1992年にフジテレビが放映権を取得し同系列で英雄たちの夏。 物語というダイジェスト番組を2から3回にわたり放送していた。また J スポーツが生中継を始める前は、フジテレビが、衛星録画、山岳ステージの衛星中継を独占で行っていた。ダイジェスト番組のナレーションは、久保田一志が担当。テーマ音楽は、ザ・スクエアの、チェイサー。エンディングテーマは、ビル・コンティによる、映画、ライトスタッフのテーマ曲。 ザライトスタッフ。なお、2013年には第100回開催記念として J スポーツが王子のコンセプトをそのまま再現した同タイトルの総集編を放送している。1998年には当時のスカイスポーツがフジテレビからサブライセンスを受ける形で生中継を開始。2005年にはフジテレビが放送権を放棄し、変わって J スポーツが5年間の独占放送の権利を取得した。2009年に契約を更新し2013年までの延長が発表され、さらに契約延長により2017年現在でも放送されている。2017年は全21ステージについてスタートからフィニッシュまでの完全性中継が実現した。なお、J スポーツの生中継では非常に 長時間に及ぶことから放送中に、実況、解説者に補給食が配られ、それを食べながら放送を行うという、他のスポーツ中継にはない特色があった。2007年には、J スポーツの携帯サイトにおいて視聴者が中継を、見ながら食べているものを撮影して、メールで送ってもらう、今日のサコッシュというコーナーが展開されるなど、ツール中継における名物となっていた。 また2000年から2004年まで開催中に、裏ツールサイトが公式サイト内に設置され、視聴者からの質問などをフォローしていた。川柳の投稿や放送内に行われる、プレゼントクイズへの新回答などを題材に、独舌の担当者の独断と偏見で、プレゼントが送られていた。ツイッターが普及すると、 ロードレース中継戦用の実況ハッシュタグ、J スペシカルと質問用ハッシュタグ、J スペシカルクを設定、後者に関しては随時視聴者からの質問を取り上げ、解説者が回答している。また、テレビでの本放送だけでなく、J スポーツ、オンデマンドでも、同時ライブ配信を実施、同時に、フランス現地の放送も、実況を差し替えずに配信するだけでなく、 最大4画面のマルチアングル配信も行っている。また、YouTube とニコニコ動画、ニコニコ生放送でも第1日などの無料同時ライブ配信やレースハイライトの配信を行っている。ありがとうございます。